堀口でございますコタボの中を弊社の第2四半期決算説明会にお越しいただきまして本当にありがとうございます当中間期おかげさまで想定通り着地させていただくことができました売上利益ともに最高益を出させていただくことができまたこの業績通期の業績見通しにおきましても順調に現在推移いたしております リーマンショック以降、この取り戻すような、その時のその失敗を克服し、そして業績を取り戻すような、そんな年月を送ってまいりましたけれども、ここに来まして、その呪縛から解き放たれたかなというような、そんな思いはいたしてております大変清々しい精神状態にななってきたなと考えております。 ここに至るその10年近くの間でございますが、これは東京都心、そして中小型のオフィスビル、さらにはお客様はその微量な資産家富裕層という方々だというふうに定めまして、その狭い領域に深く入り込み、尖ってくる、そのような戦略を取らせていただきました。おかげさまで、このお客様視点でとにかく変化をするという、この施策が走行いたしまして、 その従業員が大変働きやすい環境の中で実力をつけてきてそして今の業績を牽引してくれてるなということをひしひしと実感いたしておりますこの我々の事業のモデル不動産再生を軸としたそのオフィス事業というこの形は今その時代の先端を一つ踏み込んだところで展開をさせていただけてるかなということも感じておりますそそれはその IT AI だとか IoT だとかっていうこのようなジャンルの業種が大変この増えてくる中でその一歩先取りしたその私たちの再生の,その方向性取り組みがそのお客様から支持を受けてその事業の深みというものを生み出してくれてるなまたそのことがお客様から借りていただく賃貸を借りていただくテラント様から支持を受けてるなというようなそんな実感もいたしております。 これからこの培ってきた力を本丸といたしまして、そこにその成長させる領域へと、また足を踏み入れていきたいものだと思っております。企業としての成長期を作ってくるということだと思っております。でそんな中で、今日はですね、この皆様の中に、皆様に一つ新しいことをお話しさせていただきたいと思っております。 ちょっとお手元の資料の中には、あの後からまた出てくる部分なんですけれども、この4本の矢という成長戦略とともに、その私たちの,その攻める4つというところをですね、お話しさせていただきたいと思うんです。あ画面をちょっと見ておいていただきましたらと思います。その2つの面から、この私はこれからの企業というものを、サンフロンティアというものを引っ張っていこうと思っておるんです。それは、この従前から言っております4本の矢。 一つは、現業の拡大、それはそのオフィス事業の進化というところに至ります。そして、二つ目が、このホテル事業。これは、おかげさまで大変堅調に、そしてあの好調に推移させていただいております。そして、三番目の M&A。これはまだまだあの結果は出てはおりませんけれども,、まあ大きなも、当社にとって大きなもの、また小さな M&A も含めて、今、着々と新しい事業の目が生まれてきている。 が生ままれてきててきいるかなと実感をいたしておりますさらに4本目がその海外事業これもあのなかなかの状態に今なりつつあるなという実感を持っておりますこれはもうベトナムとインドネシアを中心に現地に出ていって現地で方々に貢献をするというような事業の形になっているわけですこの事業面から見た4つの4本の矢というものとともにですねもう一つはこの社会領域というところになるんですが この攻める領域に4つ実は考えておりますそれは市場と対話をし需要の高まる領域というものを見極めてそこに積極的に攻め込んでいくという政策です一つは東京のこの街の国際的な地位が向上していることは皆様ご存知ご承知おきの通りだと思いますまあ、森ビルの 森,ビル森記念財団さんの,あの調べによりましても、パリを抜いて、昨年、東京は世界の第3位になってきております。実はこれ、はの第2位との差というのは、本当に僅差でございまして、第2位がニューヨークでございますけれども、僅差でございまして、今年あたり逆転するのかな、今年しは来年かな、来年あたり逆転する可能性、十二分にあるなというふうに思っておりまして、その東京の不動産っていうものを、非常に魅力高いものに持っていきたいというふうに考えております。 から2つ目が、この金余り拡大する投資運用資金の拡大拡充でございます。まあ、こちらにつきましては、の今のこ、のここに至る過程の中で、10年前と比較いたしまして、例えば株式、日もあも会長、調子よかった、後半ちょっとのあの伸びきっておりませんけれども、10年前、57兆ドルと言われた時価総額が、現在では77兆ドル ぐらいいいにになっててるという,ふうにデータで出ておりますまた、当時10年前、1人当たりの世界の GDP が8800ドル相当であったものが、現在では1万800ドルぐらいになってきているというふうなこと、まあ、このようなことも、この運用資金として、いかにこの世の中に出てきているかなということを裏付けている調査ではなかろうかと思っております。また、3つ目です。3つ目は、この訪日客、インバウンド領域というところに出てまいります。 これはのご存知でおきのとおり、9月末で2100万人という訪日客がおいでいただいております。まあ、今年はこのままでいきますと2900万人ぐらいになり、そして2020年には4000万人というものは十二分に達成できる、まあ、私の場合はもう6000万人という領域を見据えて、現在、手を打っているかなと思って、打ち始めているなと考えております。またそれに対してどのように力になれるかということが大事なことではなかろうかと思うわけです。 そして4つ目、それはやはり成長著しい、そのアジア領域に出ていくぞということです。これはのアジアの地域が生み出している新しいその価値ですね、成長額、実際の成長額といたしましては、世界の成長の額の60%を生み出しております。また先進国ユーロ圏等が 年率1.9%の,の成長と言われる中で、このアジア圏においては6%近いその成長が平均して取られているわけです。まあ、そのような領域に出ていきまして、現地の国々に貢献をするというようなところを目指してまいりたいなと考えているわけです。ローカルとそのグローバル、また現実と未来というものを見据え、そして時代性やまた未来の変化、さらには人間の,その精神性の変化、生き方、 などをですね、遠い視点を見つめながら柔軟にそしてかつしなやかにキャッチをしていきたいなと考えております。企業としてその着実に攻めの経営に布石を打っていくそんな成長イメージを現在私は描いております。まあ一歩一歩でございますけれども確実にそのチャレンジ精神だけを失わずに現状のその資本というものをしっかりと活用しながらあの成長のレールに乗っけていきたいと考えております。 以上でございます。はい,じゃあ今日はいつもの通りにあの、サイトの方から業績の説明をさせていただきまして、私の方からその後の成長戦略をご説明させていただきたいと思います。